諸葛亮の症状に温度差？二つの三国志演義を比較。三国志演義の版本は何種類もありまして、最もメジャーなのが妄想公本です。妄想公本は利託公本という版本の分かりづらい部分を分かりやすく書き直したり、変な部分をカットしたりして作られたものです。8月は蜀の諸葛亮が亡くなった時期なので、秋風五条言のあたりの記述を妄想公本と利託公本とで読み比べてみたところ、2つの本で随分雰囲気が異なっていることに気づきました。蜀の丞相諸葛亮は北伐の前線五条言で体調を崩して重体になり、首都成都にいる皇帝劉禅に向けて評文を送りました。その評文が発送されてから、それを受けて勅使が五条言に派遣され到着するまでの期間が三国志演義では極端に短くなっています。もしやもっと早くに評文が発送されていたのかなと疑ってみたのですが、利託語本を見ただけではいつ発送されたのか確信が持てませんでした。妄想公本でははっきりと示されています。孔明混然として倒れ、晩に至りて法によみがえる、すなわち夜を連ねて公主に表層す。すなわちがあるので、混沌して意識を回復した後に表文を発送したことがわかります。利託語本にはすなわちがないので、いつ手紙を送ったの、もっと前から送っていたんですかとなり、わかりづらいです。妄想公本親切、わかりやすいですね。先ほどの諸葛亮が倒れて目覚めて評文を送りましたという部分ですが、利託語本では晩に至りて法によみがえると夜を連ねて公主に表層すの間に次のような一文が入っています。この夜根絶すること数晩。妄想公本では倒れて起きただけですが、利託語本では起きた後も夜間に何とか意識不明になっているんですね。一回倒れただけなら脳貧血かなという程度ですが、何度もとなると随分重篤な感じがします。妄想公本はこの重体描写をカットしていますが、なぜなんでしょうね。そんな重体な人が評文を書く元気があるなんておかしいじゃんという、妄想公本流のリアリティの追求でしょうか。他にも利託語本の方が重体に見える箇所があります。諸葛亮は天文を見て自らの寿命が残りわずかだと知り、延命祈祷を行いますが、敵襲を知らせに来た義援の歩く勢いで祈祷の灯明が消えてしまい、祈祷は失敗に終わります。この後諸葛亮は大量に吐血して体を横たえながら義援に敵の撃退を命じます。利託語本では義援が敵を撃退に出かけた後、その場に残って横になったままの諸葛亮がすぐに脅威と容疑に自分の亡き後のことについて指示を出したような書き方がしてあり、指示を出し終え人事不正になったとあります。妄想公本では義援が出かけた後、次のような一文が入り場面転換されています。脅威帳に入り、直に孔明の当然に至り案を問う。脅威は祈祷が失敗した時諸葛亮と一緒にいたのですが、この文章で脅威は外から諸葛亮の帳の中に入ってきてお見舞いしています。つまり義援が敵を撃退しに出かけてからある程度の時間が経過しているということです。脅威は外で何か用事を済ませてからまた諸葛亮のところに戻ってきたのでしょう。この後諸葛亮が脅威らに自分の亡き後のことについて指示を出し、意識を失うのは同じですが、吐血して間もなく失神した利託語本の方が容体が切羽詰まっているように見えます。利託語本と妄想公本では意識の失い方も違います。利託語本で人事不正となっている箇所が、妄想公本ではすなわち混然として倒るとなっています。目がくらんで倒れたんですね。倒れたということは立つか座るかしていたのでしょう。まとめると、
利託語本では吐血して横になったまますぐに脅威らに指示を与えて意識を失ったことになっていますが、妄想口本では吐血してからしばらく時間が経過して立つか座るかしている時に目がくらんで失神したようです。利託語本だと起き上がることもできず長く意識を保っていることも難しい重篤な状態に見えますが、妄想口本は横になっていれば平気だけど起き上がったから脳貧血を起こしたのかなという感じです。この後目を覚ました諸葛亮が評文を発送するわけですが、利託語本の方にだけこの夜根絶すること数番の一文があります。一回脳貧血を起こした以外はまあまあ元気そうな妄想口本と、横になっていても何度も意識を失う利託語本では状態は全く違っています。延命祈祷の場面も随分印象が違います。祈祷は7日にわたって行われるもので、諸葛亮は夜は祈祷を行い昼は軍務を取り吐血が止まなかったと書かれています。この後利託語本には冷めてまたくらむとあります。病気なのに昼も夜も寝ないで吐血をしながら軍務を取り、しばしば混沌しては起きてまた続きをやるという利託語本の描写はあまりにも哀切極まるというか壮絶というかもうやめてって感じですが、妄想口本は冷めてまたくらむの4文字を削っています。これだと祈祷をしながら日常業務をしていたけどずっと吐血が続いていたよという状況の説明っぽい感じで、利託語本より随分マイルドです。